では自己紹介をお願いします。富永と申しまして、大体お店のコンセプトや、ディレクションを担当しています。その時の時代の気分だとか空気感を反映できるようにメガネと香水をセレクトしています。幼いです。アトリエまくりの店頭に日々立っております。ということで今日はアトリエまくりさんにお邪魔してます。はい、はい、菊川って駅が一番近いんですかね。そうですね、はい、菊川駅、都営新宿線の菊川駅が一番近くに、うんうん、なんか幕露横丁とかそっちのちょっと下町寄りのいい味のある町ですよね。人間味の人間味のある町になっております。はい、じゃあ改めてコンセプトをお願いします。お願いいたします。メガネと香水という二軸で、当店をさせていただいているんですけれど、メガネも香水も実際にこうお顔にのせたりですとか肌にこうまとっていただいて初めて完成をするものというふうに私たち認識しておりまして、そこでまあオンラインなどでたくさんものが便利に買えてしまう時代ではあるんですけれども、実際にこちらへお越しいただくことでお客様のそのお顔に合ったメガネが、あ、ここで出会えるんだという感動をこちらでおつなぎできるようなものと、こう香水に関しても香りっていうのは強烈にその方のパーソナリティが反映される、こう感情の部分でもそうなんですけれども、こうやっぱりいい思い出とかとこうリンクしていたりするので、嗅覚というところはそういうものをこうお客様の、パーソナルなものとして、お選びいただけるようにこうある種、まあ、オーダーメイドの自分を こちらに来てこう作って帰っていただくというような、形を目指してやっております。なるほど、はい、メガネも香水も肌にこう乗せるものっていうので、うん、僕もどっちも好きなんですよね。もう、はい、はい、まあ、ひしひしと。うちにめちゃめちゃ買ってますよね、香水。実は買ってるんですよ。去年の暮れぐらいから、今年も買ったかな。なんか急に気づいたら4、5本ぐらい買ってて。結構買ってますね。結構買ってて、まあもちろんそのちっちゃいアドバイザーみたいなタイプと、はい、ちょっと大きめの 50mm ぐらいのやつと合わせて見てみたら、なんかずらっと並んでて、いい部屋。楽しいです、ね、いや、そう、本当にあんまりこの話源さんとしてなかったんだけどね、だって香水の話そんなしないじゃん。あんましないじゃん。そうですね、なんかね、ちょっとやばいよね。で、実は結構密かに買ってて、うん、でも自分も知らない香水がすごい並んでるんで、今日楽しみです。もちろんメガネもそうなんですけど、はい、いろいろ見させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。いや、しかしね、とにかく空間が素敵で、いや、そうなんですよ、ね、そうなんですよってなんですけど、置いてる家具とかこの机もそうだし、都内の少しこう外れたエリアなのに洗練されてる佇まいが、うんうんうん、ものすごい感じるよね。いや、本当に、うん、本当に今日ちょっと僕眠たいかもしれないです。5位0。あれ、これメガネのセレクトって基本的にどういったものがあるんですか。はい、今日本のブランドの割合の方が多くって、全部で今9ブランド扱いになって、まあ、日本だと U1 富山だったり、はいはい、アヤメだったり、うん、ブランとか、はい、バディオプティカルとか、こうかなり幅広く取り扱っておりますね。うん、確かにベーシック系のものなんだけど、少しだけひねってるデザインのものが、ただのベーシックでは終わらない感じがしますね。結構プロダクトとしてもものそのものが面白いものだったりも結構あったりして、この U1富山の通称ダブルダッチでしたっけ。はい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 、これ結構好きなんですよ。わかります。はい、ここね、ギュッと。ダブルダッチってなんか縄跳びの。そうです、ですよね。ダブルダッチからビジョンメガネというシリーズで、ビジョンメガネ、
昔のこう視力矯正に使われていたようなギアですね、はいはい、そこから着想を得ているシリーズで、ちょっと牛乳瓶の瓶底を見えかねのような、まずあえてちょっとこう強度数のような演出がなされている、とってもそれ素敵なシリーズです。しかもこれパーツもあれですよね、全部ゆういち富山さんのオリジナルなんですもんね。すごいですよね、そこね。細かいんだけど、鼻のこの蝶番のデザインとか色が上品。そうですね、うちはちょっとアクセサリー感覚がちょっと前に出ているかもしれないですね。確かにその視力を補う道具っていうよりもファッション寄りなものが多い気はしますね。好きな最近注目というか、もう僕も一本持ってるんですけど、うん、とても好きなんですよ。いつの間に？え？それ言わないんですよ、こういうところ。急にこっそり こっそり買ってて、急に買い物動画とかでかけてるみたいな。まあ、この服もしかり。そうなんですよ。油断してたら買ってるんですよね。っていう感じですよね。内緒で買ってる。内緒で。はい、なぜか言わないという。こっちはちょっとブラウン系とか別格が多いんですね。そうですね、うん、あのブランドごとに全然区切ってなくって、こういうちょっと黒縁とか別格だったり色味だったり構造別でレイアウトを組んでいて、うん、まあ、その時々の気分に合わせてかけていただけたらなっていうのは考えておりますね。確かになんかメガネ屋さんに入るとだいたいブランドでこうカテゴリー分けされているところがすごい多い、うん、はい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 、だから、あ、このブランドここにあるな、はい、みたいなのがすごい多いけど、うんうんうん、色でとかフォルムでまとめられることで、うん、これ何のブランドだろうみたいな、うんうんうん、ちょっとそういう面白い手の取り方ができる気はするな。かけてから、あ、このブランドだったんだ、意外とこういう形もあったんだとかっていう、なんか新しい発見もあるので、そういったのは面白いですよね。ね、うん、テクニックしてしまった目合っちゃった。いいですね。じゃあここで、せっかくなんで、あの幼いさんに普段僕描けないようなテイストのものをおすすめしてもらいたくて。普段どういうの描けることが多いんですか？いや僕ね、本当にここ最近特にもうこう、今日はまだスタンダードな方だと思ってるんですけど、うん、二癖三癖ぐらいあるこういうやつが多いんで。三癖ってことは初めて聞きましたからね。なんで、はいはいはい、そうじゃないもの、そうじゃないでも少しこう僕の好みに合いそうなというか、はいはいはい、意外とこの辺の別格を僕持ち合わせてないんですよ、はいはいはい、へー、黒縁も最近持ってなかったぐらいだったんで、はい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 、意外ですね。でもそれ最近買って、はい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 、実はこっそり後で見せてもらえるってやつですか、これは。そうですね、この辺出しておきます。なんでちょっとこの辺がいいですね、この辺の、はい、ブラウン、別光あたり。別光、そうですね、結構肌なじみもいいので、うん、なんかそれこそちょっと形で、はい、はちょっと遊びつつ、おこんなのはへイエローズプラスのフレームなんですけれども、はいはいはい、ちょっとよかったらなんかアビエーター寄りの形ですね。そうなんですよね。その辺昔苦手だったんだけど、どうなんだろう。確かにちょっと難しい印象あるですよ ね, ね、だってこう フレームだけ見ると、ね、あのハーレーダビッドソンみたいなイメージ。あとこれ年齢的にもっと多分上の方々がの世代だと思うんだけど、あのなんとか警察、あのゆうさくさんとか、あのゆうさくさんとかやつ、西武警察、西武警察官、太陽に吠える系とかその辺の時代感ですよね。うん、意外とお似合いになると思うんですよね。いきますよ、じゃあ。本当ですかって顔してますけどね今。いや僕の目の形になんか不安なんだよな。あ、でも意外と、かなりあの、ね、そうなんですよね。なんかちょっと黄身の入った別光だったり、あとは肌の色に近しいようなホワイトゴールドがパーツパーツに入ってくるので、うん、なんかあんまり、うん、サイズ感だったり物で見た時のちょっとこれってっていう感じがあんまりなくって、うんうんうん、スッと顔に馴染んできてくれるんですよね。あの
こういうものって大体もっとティアドロップっていうか、単純にレンズ径大きいから負けちゃうんですよけど、これ大丈夫そうですね。線細いからですかね。ああ、確かに。ね、それはあるかも。割と好きかもしれないですけど、うん。ちょうどニットブラウンなんで、確かにいい感じかもしれない。確かに、ちょっとなんか服装ハードだと、うん、それこそちょっと西部警察っぽくなるかもしれないですけど、コスプレになっちゃうね。はい、今このイエローズプラスさんという国内のメーカーなんですけれども、はい、こういう割とごつめに見えてもかなりその設計としてこう心地よくかけれるように、うん、もう細部に神しか宿っていないぐらいこう気にされて作られているブランドなので、まあ、長くこう長時間かけていてもあの実用性の面でもとっても楽にかけれるというところで、すごくバランスのいい上品なブランドですね。内側のデザイン面白いですね。そうなんです。このメタルのパーツがこうつながっててっていう。なんかプラスチックのフレームってどうしても時間の経過でちょっと熱だったり収縮して縮んでっちゃったりするんですよね。なるほど。それをそこ全部金属のフレームで一体型にしてあげることで型崩れしにくかったり壊れにくかったりっていう、かなり実用的なデザインになっております。これで補強してるんだ。そうなんですよ。面白い。面白いんですよね。うん、お似合いです。ありがとうございます。確かに新しい。これは新しいですね。画面越しにカメラ越しになんかちょっと違和感感じつつもでもいいなって、うんうん、そうですね。例えば U1 トヤマが割とエレガントなアクセサリーのこう、うん、ちょっと華やかな印象だとして、はい、イエローズはどちらかというとこうシックな引き算のこうされている割と大人なテーマのブランドなので、そのあたりでもとても落とし込みがいいまとまるところではあると思います。だいたいこうメガネって最後に決めることがあったりするんですけど、これベースで服装を考えるの結構楽しそうですね。面白いですね。それ、うん、これありきのコーディネートみたいな、はい、良さそう、うん、とてもいいですね。ありがとうございます。じゃあちょっとそんな違う一面も見れたところで、神神見れたところで香水見ましょうよ。ああ、そうですね。 本題ですよね。本題見ましょう。まあ、本題というかまあそうですね、あの楽しみにしてたっていう、ちょっとアザーライン全然知らないですよ本当に。この下のもそうだし、知ってるのオブビアスぐらいですね。あ、本当ですか。はい、このパッケージはなんかたまに見たことがあって、ちょっと上から順番に簡単にぜひぜひ説明を。もちろんです、もちろんです、はい。これは同じブランドですよね。そうです。上の一段が全部同じブランドで、イタリアのミルコフィーニっていうブランドで、すごい日本が大好きな方が作っているイタリアのブランドですね。へえ。いや、さっきちょっと見てた時に、俳句っていう、はい、これ俳句。本当だ。あの俳句ですか。あの俳句です。あの松尾芭蕉の俳句からインスピレーションを受けて香りが作られているんですよね。はいはいはい。どういう香りなんだろう。日本っぽいってことですよね。ちょっと嗅いでみてほしいです。いいですか。ぜひ。あのかなり落ち着いた感じの香りってちょっと 重ためだけど、そんなにずっしり来ないかも。すごい日本らしい香りっていうわけでもないというか、うんはいうん、確かになんかあすごい日本らしい香りですねって言おうと思ったけど、別にそうではなかった、うん、いい意味で。なんか実はその松尾芭蕉の俳句の中で、あのカエルが池にポチャンって飛び込む、はいはいはい、あ古池やったやつですね。そうですね、シーンがありますよね。ありますね。そのカエルが池に飛び込んだ時ってそこに水の波紋がふわんふわんふわんって広がっていくじゃないですか。その水の波紋がこの香りを作ったミルコにはバラの花びらに見えたそうなんですよ。ほー、おしゃれそんな、そんなしゃれたそれで、ね、ダマスクローズをベースに、ダマスクローズをベースに使っていて、あー、なるほど。ちょっとイタリアの方が見た日本のイメージっていう、うんうんうん、かなり我々じゃ思い浮かばないような解釈の、うん、
香り作りをしていて、すごく他の香りもそうなんですけど、面白い香りが多いですね、うん、確かになんかその日本の方がこういった日本に合わせた香水を作ろうとするともっと、あ、確かに、まあ、寄せちゃうというか、はいはい、そうですね、苔の匂いとか、ね、はい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 、柑橘系のイメージが、うん、あとこの3段目のブランドも全然知らないですけど、これはフランスのブランドでマリージャンヌっていうブランドなんですけれども、フランスっぽい、フランスです、あのロベルテ社っていう大手の香料会社がフランスにあるんですけれども、はい、うん、その香料会社が始めたブランドでして、じゃこのグレーのボトルがルームスプレーで、白いボトルが、オーデコロンで、緑のラベルのものが、オーデパルファムになります。あ、なるほど、はい、コロンと、パルファムとルームスプレー、ちなみにそんなに僕よく分かってないんですけど、はいはいはい、パルファムとかの違いって、はい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 、どういう、ね、なんか3つぐらいありますよね。オーデパルファム、パルファムとかオーデコロンとかいろいろあると思うんですけども、うん、はい、ざっくり言うと、その持続時間だったり香りの濃さ、はい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 、なるほど、が違ってきたりするんですよね。それこそルームスプレーとオールパルファムだと、なんか香りがどういう風に拡散して広がっていくかっていうところから違ったりするので、はい、それこそまとった時に何時間持つのかっていうところもそうですし、はい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 、香りが自分の周りで静かに香るのか、すごい遠くまで飛ばしてくれるのかっていうのが、それぞれ違ったりするんですよね。それこそ買うとき知らないと結構、そうですよね、ダメですよね、ね、わかんないです、そうですね、一応この基礎知識として持っておかないと、なんか後々ちょっと、あ、こういうつもりじゃなかったんだけどなみたいなことにもなりかねないよね、そうですね、きっと。確かに、なんかその香料の、はいはいはい、濃さの違いみたいな話も聞いたことがあって、はい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 、それが、どっちかっていうとオードパルファムになってくるんですよね。そうですね、はいはいはい、コロンの方はなんか 2,3 時間ぐらいっていうのは聞いたことがあって、うん、結構変わりますね、うん、結構変わってくるんですよね、うん、でこっちの白いラベルのオーデコロンの方は、はいはい、やっぱ爽やかな感じというか、そうですね、そのほわっと、あんまりこの苦手な人が少なそうな、優しいソフトな感じの香りが多い気がします。大体このマリージャンヌのオーデコロンは 1,2 時間ほどの持続性で、5首だったのかな、手、肘の内側と膝裏と首のところに5箇所にワンプッシュずつしていただけると、それもすごい柔らかく香ってくれるんですけど、本当になんか朝ちょっと目を覚める時とかのなんか気分の入れ替えだったりで、ちょっと5首につけて香らせてあげると、今玉川さんに渡されたやつめちゃめちゃ良かったです、はい、あ、本当、これかな、マルセールです、はい、マルセール、すごい疲れの取れる匂いというか、そうですね、うん、ちょっと南フランスをこうテーマとして出ているもので、割と柑橘のこうちょっと爽やかな清潔感のあるもの、はい、プラス少しこうフローラルもまろやかに香ってくれるので、うん、この後もこうまろやかな柔らかい香りになって、はい、そしてフォロンなのでつけ心地も軽い、うん、で割とこちらは人気のものです。少しちょっとこう海風感じるような感じの香りというか、ちょっとあったかい感じというか、ね、日だまりみたいな、あ、そう、めちゃめちゃいい表現ですね、日だまりって興味聞かない抜くプルぐらい、ね、ね、これ見てる方わかるかな。で、あと、まあ、ちょっと他にも本当いろいろあるんですけど、この右下のこのブランドも全然知らないですけど、これはフラマっていうブランドで、え、あのフラマですか。あのフラマです。へえ。そうです。どのフラマですか。石鹸とか、あと、はいはいはい、あのね、やってたり。僕石鹸使ってたことがあって、そうなんですね。すごい好きなんですよ。いいですよね。はい、瓶もあのプラスチックは使われていなくて、ハンドソープもすべてそのガラス製の瓶を使っているところで、うん、割とクラシカルなこう薬局のイメージが、うん、ブランドの、はい、ところであります。サンタマリアのベンナみたいな感じ。あ、そうですね、近いものがあります。ただもう少しデンマークの北欧なので、うん、なんだろうね、もう少しこうウッディーな感じといいますか。そうですね、
確かに、液体をこう垂らしてこう変わらせるこうディフューザーというか、みたいなやつもありましたよね。そうです、強いですよね。なんか丸型になってて、それが3列3列で並んでて、でそれをポトッと液体を垂らすとそこで香るみたいな。また結構独特な、韓国の赤土からインスピレーションを受けてみたいで、へえ、なんかもう本当に寒い冬と暑い夏を乗り越えた森が持っている強さ、うんうんうん、っていったところからインスピレーションを受けたような香りで、それこそちょっと土っぽさだったり力強さもあるんですけど、なんかどことなくちょっと切ない、繊細な香りもする。めっちゃ繊細な感じしました。すごい、そう、あんまりこの土臭さがないというか、うんうんうん、確かに繊細ですね、これ。ディープフォレスト。ディープフォレスト。うん、メガネもそうなんだけど、はい、全部試したくなっちゃうんですよね。めっちゃわかります。今、ずるいなって思って。カメラ持ってるんで。関係ないですよ。ボトルの佇まいも可愛らしいですよね。サイズ感もちょうどいいですし。確かに。玄関などにポンと置いてあってもこうとってもいい家出る前プロダクトしてます、うんうん、あとは帰宅した時に、そうですね、そうですね、帰宅してから、帰宅してから、うん、なるほど、ちょっともう帰ってきても気分を入れ替えてリフレッシュして、はい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 、もう今からゆっくりするぞっていう、ちょっとマインドリセットじゃないですか、はい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 、そういった使い方も最近増えてきてますね、マインドフルネス、そうですね、マインドセット。マインドセット。マインドセットってなんかちょっとビジネス用っぽいよね。マインドフルネスもビジネス用ですよ。そうか。まあでも本当この気分を、はい、例えば今から上げに行くとか、逆にその落ち着かせるみたいな感じの使い方ができるのって、まあどの他の香水もきっとそうだと思うんですけど、ちょっとこのフラマに関しては、なんかそういう一日の始まりでも終わりでも、間でも多分どちらでも使えそうな、なるほどなるほど、ちょっとあんまり香水らしくないかもしれない、逆にルームフレグランス的な要素もあるし、そうですね、うん、アロマっぽい感じがしますね、うんうんうん、割とユニセックスの感じも強いので、ご夫婦で共用でっていう風にお選びいただく方も割といらっしゃいますね、そしてこのサイズだからいいですね、可愛らしいです、うん、これはオードパルファムです、オードパルファム、オードパルファム、はい、あとこれ、それ僕気になってたんですよ。気になってました今。バイラオでしたっけ？バイラオです。ロンドン発の。あ、ロンドン。慣れた香水で。すごい、どれもボトルがカラフルで、ちょっと今までのこの見てきた中ではすごいキャッチーというか。美味しそうな。ね、ジューシーな。グミとかカクテルみたいな。うんうんうん、確かに。中見ていただくと。ハーキマーダイヤモンドっていう、ダイヤモンド水晶なんですけれども、そうなんですか、石が見えるかな、本当泡だと思ってました、これ何ですか、バイラオがヒーリング香水になっておりまして、ちょっともう持ってるだけで、まとうだけでちょっと気を良くしてくれるような香り作りだったりってなってるんですけど、そのなんか精神的なこうマインドフルネスにつながるお守りのような形で、はいはい、香水自体がそうだと思うんですけど、だいたいこう自分のためにこうチョコレートのような感覚、ちょっと元気を出したいビタミンを飲んでこうちょっと元気を出したいというような使い方を、できる一面もあると思うんですけど、そのもう一番そのヒーリングというこうポイントをに焦点を当てたのがこのバイラオというところで、そのデザイナーの方が、ファッショニスタだった方で、ロンドンの すごくこうバリバリキャリアされていた方で、ただそのファッションのこう目まぐるしい世界でちょっと疲れてしまったというところで、そうご自身のステージが変わられて、そこで次に彼女がこう目をつけたのが香りで、こう人も自分も癒してこう幸せになろうというところから出発しているブランドですね。なのでとってもこう複雑なんですけれども、根底にすごくこう優しさがあるといいますか、こうまとった時にこうなんか元気が出るような不思議なこう気持ちにさせてくれる
そういったブランドですね。あとは、まあ、完全にオーガニックの思考も入っていまして、このパッケージに関してなんですけれども、顔料までもこう土に還るような顔料を使っていて、すべてあとはアルコール、使われているアルコールも、自生している野生のサトウキビから使って作られているので、はい、もうそういうところでもやっぱりちょっとこうまとった時何かがこう違うのはそういう、ものを感じられるからだと思うんですけど、なんか本当にその香りとともにオーラもまとえるみたいな。そうです、ね、おっしゃる通りですね。なんかね、本当今まであんまり香ったことない感じの、これが今、なんだ、マグネティックセブン、これいいっすね。そうです、これめちゃめちゃいいっすね、うん、ちょっと白檀っぽさといいますか、お香っぽさがあったりして、なるほど、ちょっとオリエンタルな香り。確かにそうですね、うん、これがさっき見てたあのルビー色というか赤のジョーゼットとちょっとローズのように、うんうん、このバイラオに関しては本当にまあ、ちょっと今このビーカーで嗅いでいただいてるんですけど、うん、肌にまとった時の柔らかさというか優しさというか、印象が本当に変わるので。本当に変わる。本当に変わります。でも確かに香水ってこう大体ね、試しで香った時と結局体温に乗った時の香りって変わるじゃないですか。変わりますね。そんなに変わるんですね、これ。バイラーは本当に変わります。気持ち乗ってたなぁ、今。だいぶハートがありましたね。なんか気になった香りとかあったら、うんうん、ぜひまとってみてほしいです、ね。本当ですか？はい、ぜひぜひ。今までのどの香水よりも、なんか言語化しづらいっていうか。バイラーに関しては本当に配合が複雑で、おっしゃる通り一言では表せない香りですね。なるほど。これちょっと気になります。いいです。何ですかこれ？ウィッチーウーという。ウィッチーウー、人の名前みたいな。そうです。本当かなって思いましたけど。いや、ちょっと台湾とかそっち系の。はい、でもウーってなんかそんな感じですよね。ね、これちょっとつけてみたいです。もちろんです。はい、ちょっとお預かりします。はい、ここはあれですか、展示スペースみたいな感じですかね。そうですね、こちらは、ね、はい、ギャラリースペースになっておりまして。なるほど。このアトリエマクリの運営元の株式会社マクリというところが、はい、インテリアのスタイリングですね、空間演出を主に行っている会社でして、そこのこう強みをどんどん出していけるようにこう展示を打ち出していきたいというスペースで設けています。なるほど、もともとインテリアなんですね。そうですね。さっきのバイラオすごい良かった、これ。いや、匂い変わってきました、すでに。ちょっと、ま、さすがにまだあと数時間しないと。なるほど、なるほど、うん、いや、でもすごい良かったです。本当良かったです、はい、あれは買っちゃおうか、はい、まさかいやいや、まあまあ、はい、まあ、まだわかんないです。で、この一番奥にこの素敵な空間で気になったんですよね。はい、これは何でしょう。これはアトリエマテリっていう、あれ、あれ、マテリブランドです。え、ここお店は、ここはアトリエマクリなんですよね。ほう。で、こちらはアトリエマテ リということは、わわ名前はちょっとかなり似てはいるんですけれども、はい、全然もともとは関係ないブランド。関係ないですね。そうなんですよ。こちらフランスのブランドです、はい、今回初めて東京で扱わせていただけることになりまして。なるほど。この満を持して、満を持して、満を持してだ。全然知らなかったです、これ。かなり上質な香りでして、マテリアルのマテリから来てるんですけれども、ディスプレイ、ディスプレイの納得の素敵だ。これってこうなんかちょっとだけこのテンションが違うんですけど、これは どういう構成なんですか？これは実はそのマテリアルから来ているって言ったところからちょっとインスピレーションを受けまして、はいはい、香りのイメージをこういったマテリアルで表現できたらいいなと思って、それぞれの香りに合わせた素材のもので展示をしております。なるほど。
だからこの香りのマテリアルイメージはこれ、そうです、そうです、この香りはこういうマテリアル、そういうことですね。面白いですね、マテリアルと匂いってなんか結構そんなに結びついてなかったんですけど、うん、こうディスプレイにあるイメージっていうのが匂いになってるって結構ないことですよね、うん、でも確かにこの香ってみたら、なんだろう、これもさっきのマイラオと同じでちょっと独特かもしれない。いいっすねこれ。これ好きですめっちゃ。ジンジャーっぽい感じというか。すごい滑らかな。はい。ナルシスのお花がベースになっているんですけど。お花なんですね。なんていうんですかね。優しいですよね。すごい、うん。ちょっとオリエンタルな感じするかもですね、はい、うんうんうん。ちょっと後半静かにじっくりと香ってくれる感じが、うんうん、なんか滑らかさとちょっと静かなトーンでっていうのでちょっとこのつるっとした感じとちょっとこういう硬いそうなゴツゴツした素材で表現してみたり。なるほど。そうですね、こちらデザイナーさんといいますかプロデューサーの方があのパリの、フランス人の女性の方なんですけれども、割とこうモダニズムというものをかなり意識してらっしゃって、はい、まあ、時代感ももちろん、そうなんですけれど、こう香りの表現にコントラストがかなりついているんですね。ですのでこう名前ではこうお花の名前が載っているんですけれども、絶対に裏にスパイスが入っていたりですとか、あの女性的なこう趣に見えて佇まいに見えて、絶対にこうちょっとした、コントラストだ男性性というものがこう上手に組み合わされているので、それによって男性も女性もどちらもこう響く香りにこう感性が持っていかれているところもありますね。スパイス好きのゲンさんどうですか。いや今スイカにしようって思ってますけど。あとこのデザインすごい好きで、大理石みたいな感じだけど真鍮ですかね、多分モルタルですかね。モルタルか、ちょっとコンクリートのような割とずっしり感のある下で、うん、結構しっかり重みもあるんですよ ね。そうなんですよ、かなりしっかりしてる。そうですね、パリの街並みなんかはこう石畳が多くて割と古典的なイメージがあるんですけれども、うん、この方は先ほど申し上げたようにちょっとモダニズムの精神があるので、少しこうブルタリズムも入っていたりなんかして、現代の建築の要素なんかも割と落とし込まれているので、そこもちょっとグッとくるポイントではありますね。確かに、これ聞かないとわからないな。絶対わからない。これテキストベースでもわかんないよね。いやそうですね、見て聞いてで実際変わってみて、はい、それで完成する。めちゃめちゃフィジカルですよね。そうですね。これもなんかだいぶ官能的な。おお、すごい。アイリスって女神？これなんか神様ですよね、確か。そうですね。ははは、は神話系ですか？ね、神話系の。さすがお詳しいですね。そうです、神話をモチーフにしているんですけど、これもなのでちょっと花勝負ですとか、ちょっとそちらのあやめ系の香りなので、はい、甘すぎないんですよね、うんうん、まろやかなんですけれども、どこかこう凛とした自立した女性像というのが組み込まれていて、そうですね、ちょっとデザーのスパイスが入ってるんですよね。はいはいはい、あやめのそもそもの何ですかね、ちょっとパウダリーなまろやかな甘さの中に、うん、ちょっとレザーで、ちょっとまあ男性的じゃないですけど、うん、レザーです、革ですね、レザー、動物の革の香り表現です、ね、でたまにありますよね、レザー。そうですね、そうなんですか、へえ、これもいいですね。ちょっと目が覚めるようなスキッとした感じというか、これは相当大人の香りですよね、うん、まあ、世にある結構メジャーな香水と比べるとかなり癖はあるかもしれないけど、うん、一通りいろいろ香りを知って辿ってきた人が辿り着く香水かもしれないですね。割と挑戦的かもしれないですね。ですよね。香水とはもうこの程度でいいでしょうというところでは止まっていなくって、うん、みんなこうつける方のこう理解度ありきでデザインされているので、かなり高度な、うん、設計になっていると思いますね。洋服も同じだわ、うん、ね、
間違いないです。深い深い深いコメントめっちゃ浅い今日珍しくまあジャンルがちょっとなんかね、そうなんですよ、やっぱり香水って僕そこまで買ってこなかったというか、うん、今まで何持ってたの、ちなみに。イソップのマラケシュインテンスとか、はいはい、トバリさん。ああ、トバリもね人気ですよね、うん、すごくなくなっちゃったから、うん、今大切に使ってるんですけど、うん、確かにあれなくなったことで迷子になってる方多そうですよね。あ、そうですね、おしゃれ。確か、ね、完全迷子です僕今。迷子でもなんか見つかりそうだね、はい、あ、なんかそうですね、良さそう。あとその会話の中で香ってたこれすごいいいです、はい、カカオ、ね、すごいですね、ものすごいカカオ。つけたらちょっとホワイトカカオだったり、うん、ランマがしっかり香ってくれるんですけど、うん、これカカオ、これでもあんまり最終的に甘ったるくならないというか、どん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 ビターな苦味みたいなものが出てくるので、かなり大人なカカオの香りですね、うんうんうん、本当にあのショコラティエの方とコラボレーションでこのカカオ焙煎までされているので、なんでこの奥行きが、なるほど、香りに乗っているんですね。匂いだけで美味しいんですよ、わ、うん、かる、美味しい、まあ、なんかよくさ、食べ物の表現で焼肉の香りだけでご飯食べれますみたいな、これはこの香りで紅茶を飲みたいみたいな。確かにいいですね。いや、めっちゃ美味しい。あのコーヒー屋さんの匂い好きなんですよ。わかる、はい、あのあれに近い、その飲みたくなる美味しいとか、ちょっと、なんていうかね、ちょっと、でもまさにテクスチャーね、本当にすごいです、これ。いや、滑らかなだけじゃなくて、ちょっとザラッと感も、うん、確かにいい具合に残ってる感じがして、うん、ちょっとタバコの匂いとかも入ってるんですよね。だ、なるほど、喫茶店でガトーショコラみたいな感じ。ガトーショコラ感 ありますね、ちょっと。なんかこうどこかしらに、なんだろう、こうジャズな感じのし、はい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 、スモーキーなテイストも、はい、うん、とてもいいな、これめっちゃ渋いですね、うん、おっしゃる通り香水は割とこう音楽とも似ていると言いますか、うん、こう目に見えないデザインの究極の形と言われたりするんですね。すごいアートですね。本当におっしゃる通りですので、もうアーティストの表現の域ではあるかなと思います。確かに、なのでこう感情の面でもこう音楽を聴いて、あ、この音楽かかっていた時に、あ、こんないい思い出があった、だから好きっていうのと一緒で、うんうんうん、香りも実はご自身のこう体験が蓄積されたものがあって、うん、でそこでこう突き抜けて自分がいいと思う香りを嗅ぎ分けているんですね、うんうん、なので自分ご自身のこう成功体験がやっぱりこう好きな香りというふうにこうリンクしてくるので、だからこう気持ちが高まってくれたり、まあ、自分の状態が整ったり、またはその季節やこうシーズンによってこう好きな香りも変わってきたりするというので、そういうところにやっぱり関わりが深くあるところであって、ですのでその表現をされる側としては本当にアーティストですよね。こうそれこそ先ほどの建築と結びつけていたり、こういう食べ物の中でもこうショコラティエさんのこうパティシエの世界観からこう香りをまとうというところにこうリンクをさせたりとかっていうので、香りの表現が本当に豊かで、そうですね、奥深い世界ですね。今までのこう体験してきた香水の中でもこれ相当飛び抜けてますよ。いや本当に、うん、あの本当に言ってた通り、あのショコラティエの存在を感じましたね。裏でこうなんか一緒に作ってる感じの様子が、あ、これもいいですいいですよね。あ、これ幼いさんの一押し。これ私すごい好きですね。ローズアルドワーズっていう香りらしいですよ。これなんていうんですか、めっちゃ上品ですね、うん、一見ローズじゃないんですよね、うん、確かにかなりちょっとウッディ寄りなスパイシーな香りなんですけど、うんうんうん、それが本当にベースにしっかりローズがちゃんといるので、かなりエレガントで上質な香りで、男性もまとえるバラの香りです、うんうん、確かに女性のものだけではない、その垣根を越えてしまってるぐらい、うん、こう配合
2種類のローズを使われているので、それも先ほどと一緒でこうコントラストを表す、うん、こう丸いローズとちょっとこう尖ったローズの配合プラスそのウッディが入っているので、なんともユニセックスの自体今っぽいなという感じはします。解釈が本当に分け隔てない香りというか、ローズ系苦手な男性でもつけられそうな香りですね。おっしゃる通りです。いやちょっと全部変わります。もうはい、ぜひ。あ、これまた全然違う。打って変わって、うん、もっと果実っぽいっていうか柑橘寄りなんだけど、なんか巷によくあるような感じとはもう全く違う、うんうん、もっとこの奥行きがある。あ、スパイス。ゲンさん、あの柑橘系好きだもんね。これ好き。そうですね、柑橘系とスパイスが好き。なので弾けたスパイス、うん、プラスちょっと皮の苦さも少し入っている。確かに。なのでちょっとヒール系というか、おっしゃると、うん、はい、そうです、完全にそうです。なので全然子供っぽくないんです。あ、なるほど。確かに、うんうん、そのよくある柑橘系だとどっちかというと実の方というか、うん、果実の方だけど、はいはいはい、皮使っちゃうあたり、なんか僕あのお酒のジンが好きなんですけど、はいはいはい、多分それに近い。そうですね、そうですね、まさに思ったんですけど、香水って結構ワインに似てるなって。あ、そうですね、よく香水も確かに、うん、ソムリエ、いろんなね、はい、本当にこう熟成されてきた感じがあります。これ複雑な素材、うん、素材がなんか複雑に絡み合ってる感じというか。これちょっと憎いですよね。あ、これなんですか。これウッディ系でサンダルウッドがベースにおりまして、ちょっと時間が経ててヒノキだったり、はいはいはい、モンカビーンのまろやかな甘みも出てきて、これもかなり大人、これジャスミンが入ってるんですね。あ、そうなんですよ。なるほど、だから中和されてるんだ、うん。木の強さというよりかなり繊細に描いているので、うんうんうん、これもいいですよね。不思議なのがね、うん、そのサンダルウッドだと割とこう男性に好かれるような印象があるんですけれど、うん、これは女性も取り込んでしまうサンダルウッドですね。サントンカビーンズの甘みちょっとパウダーっぽい粉っぽい甘さがちょっと安心できるのと、うんうんうん、でまあ、サンダルウッド割とこうオリエンタルな印象が強いんですけれども、もう少しこう女性の方にも寄って、うん、そうですね。でもオーバーサーティーな気がしますね。なんかそうですね。ちょっと人生の睡魔前もある程度ちょっと結構経験された方にこう響く、うん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 、確かにところはおっしゃる通りです、ね、面白いですね。踏んでらっしゃるから多分これは20代の方にはなかなか難しい気がする、うん、僕でギリギリアウトかなぐらいの。まだ経験してないってことですか。うん、いやでもこれ40代ぐらい以上の方につけてほしいな。イケオジにつけてほしいです、これは。はい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 、そうです。なので本当に半年後とかにこう再度出向いてくださったら、うん、全く違うものが気になって、今 これがいいんだというふうに変わるぐらい、このご自身の生活環境ですとかステージが変わられるので、うん、それによって皆さんお好みの香りかなり変わりますね。これちょっと教えたくないですね。はい、どうかやめましょう。広まっちゃいますね。やばいですね。いや多分僕一人で来ると思います。真剣に探すやつ。いやでもそうだよね、こう没入したくなる香りというか、ずっと香ってたい。そうですね。でも変化するんですもんね、ちゃんとこの中で、はいはいはい、今お試ししてるビーカーの中からさらに肌の上に乗った時とその後、うん、これもオードパルファム。オードパルファム。じゃあ結構持続時間も長いから、結構持続します。6、7時間ぐらいはずっと自分の周りで静かに香り続けてくれます、ね、うんうん、どうしようこれ。そうなんですよ、一回ちょっと冷静にちょっと鎮静します。そうですね、一回ちょっと外の空気吸って。そうですね、はい、落ち着きを取り戻します。はい、はい、いやめっちゃね、なんか今日ばっかりはそんなに時間がかからないかなと思ってたら
結局盛り上がるというね、まあいい誤算というか、はい、嬉しい誤算。マジで油断しました僕も。クレーマテリー半端じゃなかった。半端じゃない、ちょっとね、まだ語彙力バカ。まあ自分もこのあんまりそこまで別に詳しくないながらも、それなりに香水をいろんなもの試してきた中で、詳しいっすよ十分。本当別格、あの香水は。でだんだんさ今、はい、そのいろんな方も紹介してるけど、うん、そのニッチフレグランスっていうジャンルが確立されてから、はいはいはい、だいぶ経ってもはやニッチフレグランスがニッチじゃなくなってきてるかなと思ってて、ちょっと有名っていうかメジャーになってきちゃってる、良くも悪くもというか、はいはいはい、なんだけどあれはなんかもう香水界のメゾンっていうか。そんな気がした。源さんも今日なんか買うんですか。いや僕ちょっと割と気になってるのがあったんで。あ本当、はい、どうしようかな。ハマりますマジで。これあれだね、去年の夏にさ、はい、ワルツでカセットをさ、はい、紹介したじゃん。そうですね、あの時の流れと同じ匂いを感じるんだよね。危険だな。ちょっとめちゃめちゃ集め出してるかもしれないね。もう多分カセット70本ぐらい買ったんで飛び越えてるんですよもう僕を。マジっすか。もう今60本ぐらいなんで、はいはいはい、同じようなことになるかもしれないな。気づいたらあれ3つ4つ買ってるじゃんみたいな。ちょっと本当に良かったんで僕あれをちょっといただきます。僕もあれかな。ちょっと戻りましょうか。はい、戻りましょう。はい。いや、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。まさかこんなに長時間滞在すると思わなかったです。どうしようかな。もう買ったもの紹介で紹介しましょうか。これは。はい。もう買う前提で。はい。でも源さんも購入するっていう話だったんで。香水の世界に誘ってきました。どんどん沼へ、はい、どんどんこっちに、はい、本当にハマるんだ。ちなみに、はい、幼いちゃんって香水どれぐらい持ってるんだっけ。300。それはそれさすがにらしいですよ。買いすぎ、ちょっと買いすぎか。でも1ヶ月全部それで買えれるって。買えられますね、平気で多分買えられると思います。ちょっとこうならないように気をつけましょう。ならないように。楽しいですけどね。まあね、そうなんですよね。この毎日違う香りでも、もしくは時間によって、例えば夜にこの香りまといたいなとか、うん、なんか本当多様性があるという、まあ今の時代性にも合ってるかもしれないんですけど、うん、そうですね、素晴らしいこの趣味はまたできてしまいそうな気がしますね。ね、はい。いやでも本当に来て買うと思ってな。そのパターンはね常々あったけどね。であとはその、まあ、香水はそうなんですけど、メガネのセレクトも面白くて、うん、ブランドで分けてないのが本当に素晴らしいなと、うん、なんか手に取らなかったはずのブランドが、うんうん、かけてみようって気持ちになりました。うん、確かに。あとお二方めちゃめちゃ詳しいんですよ。ね、香水の名前だけでこれですかみたいな、このこれが入ってますっていうのが出てくるぐらい。ソムリエですね、まさに。そうですよね。目指すところですね。僕もソムリエを目指します。はい、お願いします。ではありがとうございました。改めてありがとうございました。でまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。